はい、皆さんこんにちは、あちでございます。88の無限の心臓3やっていきたいと思います。エルフの村の人ですね。奥の部屋の復活屋さんはどんな身分のものでも同じ割合でしかと、同じ割合でしか取らないみたいですけど、安くはなりません。462ゴールですね。でこれで戻りましたと。さあね、運用方法すごい悩ましいです。あ、そうだ、私思ったんですけど、ちょっと隊列変えましょう。隊列でね、遊銀さんもうちょっと後ろに下げよう。で、私ももうちょっと後ろ下げよう。で、ハルルシェイさんも結局、それほど強くないからね。で、遊銀さん、もうちょっと密集体系で。これでいきましょうか。ただ、痛手だったのが、今言ってるめちゃ強い敵のとこね。あそこ、お金稼げないっていうのはね、正直めちゃくちゃ辛いですね。あれ？あ、いきなりだったんだね。もうこのミノタウロスが一番ね、効率いい気がするんですよね、経験値と。だから、アーケディア城、あそこら辺なんかめちゃくちゃいい気がしますね。で、ここで、どうしようかな。あ、まあ、ここで行っちゃいいのか。装備じゃなくて、魔法ですね。私の方だね、これね。私が、ワープをここにセットすると。で、ハルルシェイさんが、唱えて、羽ばたきを唱えて、ワープしましょう。はぁ、これは経験値が上がる。あ、そっか、しまった。結構も巻き戻しちゃったんだね、私ね。まあ、死ぬ前、遊銀さんが死ぬ前まで巻き戻したのかもわからないね。はい。ただ、いい。これね。だ、経験値もちょっと巻き戻ってんだね。で、ここで魔法で、ハロルシェイさんの特殊で、翼や羽ばたきをセット。で、イアラさんまだ持ってないんだよね。持ってないもんね。翼や羽ばたき、私がね、あの主人公がワープ2種類覚えてんで。ああ、一応。敵さん分散してくれてよかったね。集中されたら遊戯さん終わっちゃうもんね。これね、ちょっと待ってね。いや、一瞬ね、今盾をね、盾というか、あの精神防御上がるのを遊戯さんに持たした方がいいのかなと思ったんですけど、私これ物理140の精神防御108あるでしょ。遊戯さんはね42しかないんですよね。ハロルシェイさんは あんま変わんないか。あ、でもイアラさんいいね。遊銀さんがちょっとなさすぎか。まあまあ、ちょっと何とも言いませんけどね。はい、フンギーなので、ちょっと試したいことがあってですね、個別で私とハロルシェイさんまたやって、でここで魔法でね、防御でサイコシールド、あ、これは引き決めれるのか。遊銀さん精神防御力アップね。で、あ、サイコシールドはそうなんのか。あ、補助、敵の足鉛となれ。ああ、これ遅くできんのかな？敏捷性がダウン。お、すごい。遊銀さんめっちゃ、あ、いや、そうでもないな。どうなんだろう。いや、一つ考えてんのがね。
あの魔法の防御がね、もう一個あるんですよ。さっきね、だいぶ前に使ったやつがあるんですけども、あれだったらね、あれだった、あれを4人にかけるか、ちょっと MP のね、お、あるぜ、おー、いい声かけて何？Bドラゴン4匹だったら使えるかな。アルルセさんにちょっと捕まっちゃいましょう。ね、もう死にかけてるもんね。で、しかもハルルシェ、ハルルシェシャン。なんか、シャンって言っちゃったけど。魔法の、補助？閃光よ輝け。おぉ、すっごい！おぉ、すっごいわ、これ。おぉ、強っ！いや、これめっちゃいいわ。こうやって待って、めっちゃいいわこれ。私持ってないの？いやこれめちゃくちゃいいわ。私持ってないよね。あ、閃光輝きあるわ。今度は私が唱えよう。ん？いやもういいわ。もう1匹気絶してるからね、2匹だったら遊銀さん死ぬことはないと思うんで。あ、これを交代交代でやろうか。 MP ガンガン減ってっけどね。よし、じゃあ次はフンギーさんじゃないわ、フンギーさん、フンギーさん敵だ。いや、ハロルセさんの番ね。はい、魔法で、補助で、閃光よ輝け。おお、十分十分。おお、いいわ、これ。何これ。すんごいいいんですけど。すんごいいいね。あとは、ちょっとセーブしておきましょう。はい、でこの間に MP を貯めてと。3匹だったらまあまあ、3匹だったら大丈夫。いやでも遊銀さんに行かれちゃったらもう終わりだからね。あら、両方2人とも減ってんね。はい、あでも遊銀さんちょっと大丈夫、大丈夫だね。先行がこれ強い強い。一匹だけか。気絶した人間を集中攻撃しちゃったんだね。ああ、勝てるね。少人数だったら、敵さん少人数だったら勝てるね。で、ここでフンギーが来て、何匹いますか？ 3匹か。3匹だっていけるね。うん、いけるね。3匹だったらいけるね。でもこれ回復に使ってる MP もあるので、それを考えると、あれ、ハロルシェさんなんだかんだで MP 減ってんだけど、どういうこと？ハロルシェさんはまだ回復覚えてないもんね。おん、どういうことだろうね。作戦ハロルセイさんをちょっと見てみましょう。うん、救護で使用制限、うん、特に何もないですね。うん、ああ、傷薬持ってませんし、何をしてるのかなと今ちょっとふと思っちゃったんですけどね。うん、3匹微妙な感じだね。3匹だといけるかな。うん、いけてんね。なるほど、こういうやり方か。遊銀さんレベル上がったらどうしようかな。転職どうしようかな。何匹いますか。あ、4匹か。4匹は良くない。
で、魔法で補助として閃光よ輝け、シーリングってなんだろうね。一遍まあ閃光よ輝けで、で魔法なんかありますか。いや、ないですね。これはまあいいとして、で作戦で、あ、いや、で全体で集中攻撃しましょう。倒れてる敵はやらないと。これが一番効率いいね。あ、で一個唱えたいんだ。ちょっと MP 枯渇しちゃってきてますけど、魔法でシーリングって、シーリング?シーリング?シール?シールするということを考えると、あ、一匹の呪文を封じるのか。あ、その代わりかなりの高確率で 封じるみたいな感じでいいのかな。あ、素敵な先制攻撃だね。じゃあこれ、シーリングはどれだけ減るのか、ちょっと魔法使ってみましょう。シーリングは、え、どういうこと、めちゃくちゃ高確率で、しかも MP 少ない気がする。え、ちょっと待って、え、あ、シーリングと魔力大地へ帰りが一緒なのか。あー、重複するんだ。そうだそうだ、重複しんだね。あ、この3匹ぐらいだったら一番いいね。なるほど、なんか分かってきた気がする。一気に、いや、私ね、魔法使うのがね、めんどくさかったので自動で生きるやと思ってたんですけど、魔法全然使った方がいいですね、これね。4匹だったらまあなんとかなるか。回復があるからね。今回のゲーム、あれだね、戦士よりも魔法使いの方が断然使い勝手がいい気がする。そうだね、これでもうちょっと強くなれれば。あ、でもそう思うと、これね、いくでしょ、シーリングの方が、いい気がしますよ。これね、魔法でね、補助で、シーリングの方がかなり高確率で。わかんないね。一匹閉じれたら大丈夫か。2匹だったらいける気がするんですよね。でももう私枯渇しちゃった。あ、ちょっと待てよ、ワープ使えないんじゃない私。ここで魔法でちょっと帰ろうかなと思って、特殊でテレポート、あ、ワープ、え、ワープ、あ、ワープ使えんの。 MP が足りません。そうだね。じゃあその場合はもうこうやっていくしかないのか。A に戻ってね、リスク A の世界に戻って。しばらく箱組みか。まあこの辺の敵はね、もう全然問題ないんで。そっか、私の MP が残ってるうちに、あのドラクエのね、3でしたっけ、4でしたっけ、ルーラで1しか消耗しないっていうね、あんな状態ではなかったですね。あ、こっちか。宿屋に帰れと。めんどくさいね、これね。これはこれでめんどくさいな。10だったら、10だったら、あ、今10人まで増えたね。これで私、テレポートじゃワープ使えない?何本いるの
個いるんだろう。15になったらしてみましょうか。はい、あれでも20入るんだね、経験値ね。なかなかレベルが上がりませんけどね。魔法で、ワープ。何本いるの20、大抵20ぐらいなんだよね。あー、限られるか。これでワープするでしょ。あー、20使うわ。で、ここはちなみに宿屋ありますよね。宿屋ありますよね。宿屋ない。ここは生き返らせるのはあるけど宿屋がないのか。もしそうだとしたら、あー、生き返らせるためだけにここを言うのもどうかなって話になりますね。ここは正直生き返らせるためだけのものなんで。で、今生存確率かなり上がったのでね、魔法を使い出してから。そう思うとここじゃなくてもいいのか。 C の村はどうだろう。いやー、これハロール星さん手放せなくなっちゃった。あ、でもあれか、こんだけ生存確率が高くなったらハロルセイさんいらないっちゃいらないのか。ただ正直欲しいですね、あの閃光よ輝きと、あと呪文の二段構えは欲しいですね。全然違いますね。井原さんがね、覚えてくれたら。あ、そう、私ホテル見に行ったんだけど、じゃあこの後あれだね、やっぱり白狼ぐらいで。あ、白狼でも生き返りがないから。え、ここ本当なかった、ホテル。エルフにもないからここにはあるような気がするんだけどね。私ちゃんと見てなかったもんね。ないね、ホテル。あ、ホテルないね。あ、ホテルないですわ。あちゃー。ということはホテルに入るためにここに来るのはちょっと辛いので、それを思うとドワーフのところが一番いいかな。うん、一番いい気がしますね。生き返らせられますもんね、ドワーフのところは。とりあえず生き返らせてホテルがあるとね、そういう感じで一番いいんでね。というわけで、じゃあここで魔法をセットしましょう。いや違う、これ私だ。危ない。魔法を私で、私の、あ、翼や羽ばたきもあるし、ワープもあるってことは、さらに分けれるのか、これ。翼や羽ばたきをセットここにしましょうか。で、ちょっと待ってね。ちなみに、魔法で、今分かったことあります。ワープよりも翼や羽ばたきの方が、MP 少ないです。へえ、そんな設定なってんのか。だってさっき20ないと来れなかったのに、今翼は羽ばたき17でワープできましたからね。はあ。とりあえずホテル入ろう。ホテル入って、22時でしょ。回復するのに何、25日の22時。はい。ほぼ丸一日かかったね。で、ちょっともったいないですけど、ここで、
私が特殊でワープすると何それ甘かったか。いやワープと翼は羽ばたけでね、ワープポイント帰れたらもうハロルシェさんクビにできるかなちょっと考えたんですけどね。まあまあハロルシェさんはねまだいいの持ってますから。そっか、さすがにそれは無理か。となると翼は羽ばたけの方がいいんだね、燃費が。というわけで、お時間の良くなりましたね。この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。